こんばんは、リアルチャンネルファッションカレッジ講師の星部芳正です。こんばんは、MC の森千春です。今日はですね、BR チャンネル MC 就任ということで、森千にお祝いを特別にですね、お届けしたいということで、スペシャルゲストが来ていただきました、はい、ありがとうございます、はい、ウノピューウノウアレトレの瀬古さん、そしてなんとですね、さらにモデルのノア君も来てくれましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウノピューウノウアレトレって言えますかちょっと今の星野さんも若干怪しかったよ俺もね、だいたい怪しいからウノピューって言うんじゃないかな。私もウノピューって言いたいですね。ウノピューウノウアレトレ。あ、正解の素晴らしい。ありがとうございます。ノア君言える？あ、もちろんです、はい、僕もでも基本的にはウノピューでも統一させてください意味はわかります？あ、これ意味あるんですよ、ちゃんと。はい、はい、ウノはイタリア語で1なんですよ、はい、ピューが足すでってなると 1+1、うん、ウガーレ、ウガーレがイコールですね。イコール3になっちゃったんですか？そう、 1+1 は3っていう3になっちゃったんですよ。3になっちゃったっていう、それぐらいすごくいいものを作ってらっしゃるということなんですよね。あ、ブランドとして何年でしたっけ？ブランド自体は11年。11年ですかね、はい、表参道、表参道、銀座6、赤坂、あとリッツカールトン、名古屋、名古屋フランチャイズで大阪2店舗、2店舗、はい、もういいところにしかない、うん、いいところにしかないんですよ、うん、ですね。しかもホテルに入ってるとか普通ありえないじゃない。リッツカールトン の、 東京の45階にロビーがあるんですね。でその横にお店構えさせていただいてて、すごいですね、ラグジュアリーですね。行くと楽しいですよ、あそこ。いっぱいいいのがあって、他の店舗では扱ってないものを扱ってますね。そうですよね、はい、今日まさかの、うん、全員被ってます、はい、被ってますね。綺麗に被りましたね。綺麗に被って、何だったら僕とノア君一緒です色まで一緒ですよね。色まで一緒ですね。折り鶴は僕は外しちゃってるんですけど、はい、ちなみにサイズは僕が4です。で僕が5です。僕6です。 C56 で、はいはい、人気のこれもめちゃくちゃ着やすいセットアップ、まさかのこんなみんな被ってると思わなくてお二人のスタイル今日ちょっと拝見させてもらっていいですか、せっかくなんで同じアイテムなのに結構個性ありますね皆さん。 V ネックの T シャツに。そうですね、なんか V ネックなんですね、はい、V ネックの T シャツで、そしておなじみのこのセットアップ、これバカ売れなんじゃないですか、はい、そうですね、ずっと継続して、はい、毎シーズン色を若干変えて展開してますね、はい、だから一回買うと他の色も欲しくなりますもんね。そうなんですよ、うん、僕もほとんど全色持ってますありがとうございます、はい、そしてスニーカーも、はい、これ後で紹介するスニーカーなんです。これ最新作、はい、全てオリジナルで作った。じゃあこれからいきましょうよ、早速、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。あ、全部オリジナルなんですか、これ。そうなんです、木型から、はい、アウトソールまで全部オリジナルなんで。本当だ。通常スニーカーブランドか、あとはスーパーブランドぐらいしかこういうのってしないんですけど、はい、うん、うちオリジナルで作りたいなっていう話で、はい、一から作りましたね。すごい、はい、非常に履きやすいのと、ジャケパンのセットアップにすごく合うようにちょっとトゥーを長く、はい、うん、してあって、でかつ今のちょっと気分でアウトソールのところの、はい、コバをちょっと、はい、大きめに出して。確かにコバってここコバって言うんですね、うん、はい、ここだけがこう分厚くなって。そうですね、そうですね、ソールもこれ履きやすそうですね、うん、そうですね、完全オリジナル。そこもかっこいいんですけど、ね、はい、しかもカップインソール、はい、履きやすいですねこれ、はい、このインソールにも合うように木型を作ってるので、すごく履きやすい形にしてますね。なるほど、はい、これサイドがゴムになってるんですね。ここそうです、動きやすいというか履きやすいというか、うん、でここにピンズをつけて、折り鶴の、はい、ちっちゃめですね、はい、さりげなく。かわいい。そうですね。これちなみにおいくらぐらいするんですか？これで、8万に消費税になりますね。わ、いいお値段ですね、うん、はい、なるほど。そしてちょっと靴ってきて、すごいサンダルもありますよね。これ何ですか？はい、これリカバリーサンダルですね。きた、はい、めっちゃ履きやすいやつ。はい、EVA で作ってるサンダルで、まあ、めちゃくちゃ軽いんで超楽ちんなサンダルですね。これなんて説明する、タバコ一箱ぐらいですか？あ、でもそんなテンションですね。軽いですね、だいぶ。めちゃくちゃ軽いですね。投げたら20メートルぐらい飛ぶぐらい軽いですね、はい、なんかもうスポンジみたいな感じの。これいくらぐらいで？これは、1万円に消費税になりますね、うん、今日まだまだいっぱいあるんですよね。そうですね、はい、ノアさんのスタイルも。あ、そうだそうだ、普通の、ね、紹介いっちゃったんですけどノア君の今日ちょっとスタイルちょっと見せてもらっていいですか？これはでももう本当に普段通りって感じですけど、はい、普段通り T シャツで、まあ、ちょっとネイビーなんで同色っぽい水色というか、うん、もう本当でも星葉さん
ぽいですよね並んでいい俺もう7年ぐらい一緒にいるんで。そうなんですよ、言葉を失うぐらい同じスタイルでしかも今日外は雨降ってたんでこれ着てきたんですけど、ちょうどいいんですよね。わーかっこいい、かっこいい。これウノピューで作ってもらったブラックミリタリーのシリーズのモズパーカーなんですけど、雨の降った時とか、うん、セットアップにこれっていうのめちゃくちゃ使えて、実はかっこいいっすね。ちょっと一回着てみます。いいですか。柴さんに似合うってことは絶対ノアさんにも似合うってことですもんね。スーパーモデルだから何着ても似合うのよ。少しオーバーサイズに作ってるんで、うん、ああジャケパンの上にちょうど楽に羽織れる、仕様になってますよね。この人気のブラックミリタリーのシリーズなんですが、すごいやつをまた作っていただいて。新作ですか。新作を、はい、まずはちょっとそれからご紹介をしていきたいと思います。ということで今回使ったのはこれです。これは何でしょう。これねちょっとね説明しづらいんで一回ノア君着てもらっていいですか、はい、これもう何作目ですかブラックミリタリー。第22弾で。第22弾です僕も全然覚えてないんで最近わあかっこいい。シンプルですね。シンプルなんです。シンプルで形が綺麗でかっこいいです。こういう形のものってあんま僕見たことないんですけど、アメリカ軍の海軍のおそらく船の上とかで着てたユーティリティジャケット、うん、同じようなモデルをイタリアのフィレンツェの古着屋で去年ぐらいに買ってきて、これめちゃくちゃかっこいいじゃんと思って着ようかなと思ってたんですよ、はい、でもね古着だとなんかちょっとね違うんですよ。匂いがしたりとか素材が良くなかったりとか。でも形は形はめちゃくちゃかっこよかったんですよ、うん、見た瞬間に瀬古さんに電話してめちゃくちゃかっこいいのも発見したんだけどで本当に申し訳ないですけど作ってもらえませんかって言ってすぐ送って出来上がったのがこの US ネイビーのユーティリティジャケットっていうやつですね。言われた時はどうでしたか。ものによってやっぱ結構難しい仕様だったりだとか難しいパーツのやつが結構あったりするんですけど、一から作ったりとかそういうのをしながら今までやってきたんですけど、だから22回わがまま聞いてもらってるってことですね、はい、本当すみません、はい、なんか一番の特徴はここの肩の作り方なんですよ。普通の袖付けじゃないんです。あ、ここもこのラインが全くないんですね。肩が丸いんですよ。これがかっこいいんですよね。もちろんセットアップにも合うしジーンズでもいけるしさりげない白いパンツでもいけるし、うん、黒いパンツでもいいし、で襟があって襟今ね立ってるんですけど外せるんですね。こういうところにチンストラップっていうんですかね、ストラップがついてストラップがついていて普通に襟としても着れる。で前立ては全部ベルクロのテープがついていて、でその下にファスナーがついてます。あ、ちょっと開けてもらってもいいですか。装飾品がなくてシンプルな感じに見えるんですね。めちゃくちゃシンプルに見える。でも前開けてもかっこいいですね。これ中綿も入ってるんですよね。いやそうっすね、うん、だから余計暖かいです。ちょっと触ってみよう。薄く入ってるんですね中綿が、はい、一番薄い中綿を入れてますね、はい、20g の中綿を入れてますね。だからあったかいんですね、うん、軽いのにすごいこうなんか防寒性もあるし、ちょっとやっぱ肌寒いじゃないですか、うん、今の時期も、うん、で今のトレンドの話をすると、うん、上はどっちかっていうとやっぱりワイドで短いんですよね、うん、でそれがもうトレンドのど真ん中なんですけど、うん、大人がそれをやるとあんまりかっこよくないんですよ、うん、あ、この人トレンドやってんなみたいな、うん、だけどトレンドに近いんですよこれ。トレンドに近いけど、うん、そこまでやりすぎてないっていうことですか。そうなんです。しかも軍物じゃないですか、はい、軍物ってその時代を超える魅力があって、うんうん、しかも男臭いから流行に見えないというか逆に、うん、だからいいんですよ。すごくシンプルで、うん、でもなんかわからないけど形が綺麗っていう、それです、うん、すごいややこしいんですけど めちゃくちゃマニアックなあのジャケットです、はい、だけどすごいかっこいい仕上がりですねこれね、はい、生地自体もダブルクロスっていう、はい、折り方で折ってる生地で、うん、表と裏どちらも表面になるような折り方をしてるんですね、うん、要は1枚の生地を、2枚重ねたようなすごい滑らかでかつこれシワになりづらい素材を使ってて、なのでいつまでも綺麗な状態で着ていただけるっていうような。この中綿自体も日本の中綿使ってるんですけど太陽の光赤外線を浴びてで、暖かくしてくれるという機能素材なんですよ。なので薄い中綿なんですけど寒くなった時に暖かいっていうような、うん、ものですね。ちなみにちょっと瀬古さん着ていただいてもいいですか、はい、どんな感じになるのか。あ、でも上下黒だとまた統一感出て、やっぱりシンプルかつなんて言うんでしょうね、王道のかっこよさっていうのがやっぱあって、でサイズ感自体はその時代時代に合わせて若干いじったりするんですけど、
それがまたかっこいいですね。そのリブもここはダブルリブついてるんですね、はい、二段リブになってたりだとか、うん、ちゃんと風が入ってこないような仕様になってるんで、うん、値段が気になる。いつもね、そうですね、値段を考えずに作っちゃうんでブラックミリタリー意外とね、いいお値段するしますよ。だってもうすごい高いやつ45万とかありましたよね。そうですね、ありましたね。40万これいくらなるんですか。これね、比較的お安くできて9万円に消費税になりますね。あ、本当だ、買いやすい。そうなんです、うん、パーツがそこまで多くなくてファスナーぐらいなんですね、うん、いつもだったらもうちょっとファスナーがついてたりとかいろいろパーツがついてるものが多いんですけど、これはシンプルなんでそれぐらいの値段で収まったっていうような感じですね。でこのブラックミリタリーシリーズなんですけど、実は予約受注販売ということなんで、6月の17日お昼12時から7月1日の11時59分までっていうような形の2週間で、はい、そこしかこのシリーズは残念ながら買えませんので、皆さんぜひですね、欲しい方はご購入いただければと思います。ということで、じゃあここからは最新作のウノピューのいろいろ見せていただきたいんですが、まずはどこからいきましょうか、はい、セットアップから、はい、ちょうどコロナが終わって、まあ、みんなそれまではジャケットあんまり着てなかったんですけど、うん、外出することが多くなってジャケット の需要がかなり高まって、そうですよね、はい、なので相変わらずすごい調子がいいんですけど、どんなやつを作ったんですか。これね、ジャージ素材自体はジャージなんですよ。ちょっと表面になんて言うんでしょうね、凹凸があって表情がある素材なんですけど、これなんかサーマルみたいですね。そうなんです。なんだろうこれ、気持ちいいな、これ、まあ、もうニットみたいな感じですね。ニット、はい、で裏も全くつけてないのでかなり楽に着ていただけるような仕様になってますね、うん、これは楽ですね、はい、よかったら着てみていただいて、はい、フィッティングはいつも通りですか。従来通りのウノピューのフィッティングと、はい、そうですね、はいはい、あ、綺麗。今日のスタイルバッチリですね。そうですね、うん、スースーします。スースーするんですか。はい、接触冷感の感じがあって、かつ空気の、通りがすごいいいんで、めちゃくちゃスースーしますね。ちょっとノア君もよかったらこれいいですか、はい、US ネイビージャケットかなり汗をかいてるスースーしたいぐらい。スースーしたいよね。Tシャツよりも涼しい感じがするかもしれない。冷たい、そうそうそう、接触冷感って感じですね。いい、本当にでもスースーする。色はグレーとベージュ と黒とネイビーと、はい、これ何素材っていうんですか。ポリエステル と、はい、ポリウレタンのミックス。どうですか素材。いや、これ気持ちいいですね本当、はい、これにくるまれて寝たくなっちゃうぐらい、はい、なんか夏にね、タオルケットのようなガーゼのような、あとシワにもなりにくそうで、そうですね、使いやすそうですね、ね、はい、ちなみに値段いくらぐらいなんですか。こちらジャケットが9万5000円に消費税になります、ね、いい値段ですね。でパンツが6万円に消費税になります。パンツもあるんだ、はい、これはじゃあ今着てる僕らが着てるセットアップの夏バージョンみたいな、はい、そうですね、うんうんうん、はい、梅雨時期から7月前半あたり、はい、うん、がすごくいいと思いますね。こんなの着ちゃったら他のもの着れなくなりますよね梅雨の時期いいですねこれ、さらっとね、はい、じゃあ大体15万円ぐらいでこのセットアップが買えるということで、ご注目をという、はい、続いてまだまだありますね、はい、続いてもう一個セットアップなんですよ、はい、これはね、またこれまた薄い素材の、そうなんです、テロッとしてますね。素材自体はめちゃくちゃ薄くて軽いんですよ。もうシルクのような、すごい薄いですね、はい、めちゃくちゃ伸びるし、かつめちゃくちゃ軽いんで、すごいこれテロンテロンですね。テロンテロンの薄薄ですね薄薄ですよ、はい、真夏 のシーズンにめちゃくちゃ、うん、使えると思います。しかもこれ袋までついててこの中に全部入るんですか。そうなんです。だこれに入っちゃうんですか、はい、すごい。この袋に入れて、カバンの中に入れて持ち運べるよっていうようなシーズンになってますね。これもせっかくなんで瀬子さん着ていただいていいですか。はい、ノア君もよかったらジャケット着ていただいて、はい、驚きの薄さですねこれは。そんなよそうちょっとドキッとしちゃうぐらいですよ、そんなんできちゃうの。あーでも着ると形自体は結構ちゃんとしたジャケットの形になってるんで、確かに、はい、着ると本当にジャケットですね、うんうん、似合う、軽いめちゃくちゃ軽いですこれ、これ履いてこの上にこれでもいいですね。そうですね、うん、全然大丈夫ですね、うんうんうん、はい、めちゃくちゃ伸びますよ確かに、はい、隣で見てても分かりますもんすごいなこれ、はい、ちなみに値段いくらぐらいするんですか。こちらジャケットが、はい、同じく9万5000円になってまして、はい、でパンツが少し高くて6万5000円の消費税になってますね。なるほど、はい、まあ、15、6万円で買えるってことですね、セットアップで、はい、これ買います僕ここでオーダーしとくと楽なのよそうですね、そう、そして続いて、はい、
これからの夏のシーズンにすごいなきましたよ。すごいアロハシャツ、こんな感じで、うん、パッチワークになってまして、うん、旧版のプリント版を使って、プリントしてる。9種類柄があるってことですか。はい、細かくこうウノピューヌグレトレっていうのが入ってまして、確かに、はい、大小いろんなあのバンダナをパッチワークにして、これ着てみてください、ぜひ。はい、一色パターンがこっち。そうです。紺ですか、黒ですか。これは一応黒ですね。あ、黒だ。はい。着やすそうですね、これも。はい。少しルーズフィットにしてありまして、素材自体はあの軽い、なんて言うんでしょうね、もう本当にアロハシャツっていうような素材なので、レーヨンとかですかね。はい。めちゃくちゃ楽に着れますね。持ち感があっていいですね。いいですね。はい。夏が来たって感じがしますね。はい。もう現地にいますよね。なんか。これもド派手でいいですね。そうなんです。これ意外とね、ハマるんですよ。本当ですか。はい、ちょっと小島さんぜひ。マジですか。はい、多分ね、すごい意外な。絶対似合うと思うんですよ。逆に見たい。はい、派手なのもう1枚も持ってないですね。でもどうせ派手だったら行くとこまで行っちゃった方がいいかもしれないですね。なんかね、多分ね、似合うと思うんですよね。かわいい。かっこいいですよね。本当ですか。はい、買いますっていうかね、見てないんですよね。見てみたいんですよね。見てないんですけど、うん、すみません、持ってきていただいちゃって。鏡をね、こうなるんだ。お、新しいねこれ。自分でびっくりしちゃいますか。はい、今鏡に映った自分見てびっくりしました。でも切れますね。はい、うん、意外といけるんですよ。え、こんな派手な感じしないですけどね。ね、はい、ちなみにおいくらですかこれ。5万5千円に消費税ですね。こんな派手なのに、なんか着てみるとね、可愛いですね。そう、結構いろんな色が入ってるんで、意外とあの合わせやすいんですよ。そっちも着てみていいですか。はい、もちろんです、うん、ぜひ。せっかくなんで着てみる。逆に女の子可愛いでしょうね、こういう。下黒だから全然いけますね。そうですね。なるほど。あ、女の子やっぱり似合いますね。安心しました。そうですね、はい、しっくりくるのは確かに小芝さんだったらこっちかもしれない、うん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 、はい、これノア君ちょっと着てみるか。ちょっと確かにあんまこういうの着ないんですよ、ね、着てみるちょっと。あ、これ意外と失礼します。あ、全然普通に食わず嫌いだと思ってると全然いけちゃうんですね、これね。こっちはこっちで普通に着やすいし、うん、そうですね、普通に、はい、普通に似合う、うん、それは。やっぱこういうの着ると気分も変わっていいですね、うん、夏な感じがして。なるほど、はい、僕ちょっと1個気になってるのがあるんですけど、ちょっとこのさっきのジャケットもう一回着てみていいですか。はい、もちろんです。このスースーするっていうのちょっとスースーを体験してみたいですね。はい、はい、ぜひ。本当にでも冷たいですよ。なんかスースーするわこれ、はい、確かに面白い。なんでなんだ風が通り抜ける感じですか。風通り抜けるのかなこれ、はい、ちょうどこう入るんでしょうね、風がスッと。このシャカシャカのやつも着てみていいですか。はい、もちろんです、ぜひ。これサイズで5とかですか。そうです、これが5ですね。ちょっと素材的に若干小さく上がってると思います。うわ、冷た、はい、なんだこれ。これはやばいですね。やばいです。なんじゃこれ。他のものを着れなくなりますね。はい、これはすごい。ちょっと一回手入れてみる。あ、いいですか。すごく気になってました。冷たくない？なんか冷たいです、はい、なんかすごいテロンテロンで、うん、なんか叩いたらこんなペチペチ鳴るぐらいですよ。ペチペチ鳴る。それぐらい。そういう風にしてる人初めて見たけど。それぐらい薄いです。夏ジャケット着るのちょっとね、いいあの抵抗あったりするんですけど、うん、これぐらい薄くて、うん、やばいっすね、気持ちよいと、はい、むしろ何も着たくないけど、うん、日差しが強いって時にこれ着たら、うん、本当ちょうど、うん、日よけになるぐらいな。そうですね、めちゃくちゃいいですね。でこれ若干あの撥水効果もあって、少し紫外線もあのカットしてくれるんで、シワにもなりにくいし、はい、袋にいいんですよ、入るし、はい、なんだったらあの2つ袋持っていけばそれで出張いけちゃうんですか。めちゃくちゃ便利じゃないですか。すごすぎる。科学の進化を感じますね。こんなのがあるんだってびっくりしちゃいました。そうですね、どんどんいい生地が出てきますからね。確かに、はい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ウノピューの最新作やばいな。ということで、お祝いに駆けつけてくださったウノピューの今回新作、はい、いかがでしたか。やっぱ素材ですね、うんうんうん、素材が感動しました。でかつなんかしっかり見えるというか、うんうんうん、形も綺麗で洗練されていて、うんうん、あとブラックミリタリーも見たことないような形で、そうだよね、でかつシンプルで、あれちょっとマニアックなんで、はい、ちょっとノア君にも感想ちょっと新作どうですか。いろいろ着てカジュアルでこう着やすいものってやっぱ長く着るんで、うん、なのにこうしっかり見えるっていうのは僕の中としてもこうすごい着やすいというか、うん、やっぱ息子がいてこうラフになりがちな服装がこうちょっと大人の服装になるというか、確かにだけど動きやすいし、うん、こうやっぱ使い勝手がすごいっていうのはさすがウノピューさんだなっていうのは、まあ、もう本当毎回新作通して思いますね。
でも iPhone みたいにアップデートしていくからすごいですよね。同じような、ね、なんかセットアップ作っててもなんかさらに良くなって、ね、さらにどん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 っていうのはね、すごく感じますもんね。本当にね、あのうちのセットアップって本当すごくうまくちゃんと作ってるなって、まあ、だからこういうことになるわけですね、はい、別に打ち合わせしてないですからね。そうですね。でもそのぐらい来やすいということなんで、皆さんぜひ、ね、うん、あのうのぴよのセットアップシリーズ最新作すごいよくできてるんで、ね、その他のシャツとかそれから靴とかも ね、 そうですね、今回ね、はい、サンダルとかもすごいいいのができてますんで、ぜひご注目いただければと思います。そしてうのぴよのうがれとおれ×ブラックミリタリーのシリーズは期間限定のお届けになってますんで、欲しい方はこの期間にご注文いただければと思います。ということで、なんか宣伝ありますか？じゃあまずノア君からいきましょうか。宣伝、ちょっと個人的なあれなんですけど、 YouTube をちょっとやってまして、セナノアハウスっていう YouTube を、まあ、普段 の、 あの奥さんとの家系だったりとかっていう、うん、本当に個人的なチャンネルなんですけど、うん、ぜひ見ていただけると嬉しいです。お願いします、はい、そしてじゃあ、はい、うのぴよのうがれとおれ の、 あのオフィシャルの、インスタグラムだったりだとか、あと YouTube と、はい、いろいろやってますのでご覧いただければありがたいです。あと実はあのブラックミリタリーの、はい、アーカイブコレクションっていうのをまたやりたいなと思ってまして、と、うん、いうことはじゃあこれ買えるかもしれないってことかもしれないですね。だそうです。皆さん、はいはい、またあのご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。ご期待いただければという感じですね。はい、じゃあ最後宣伝を。私も個人の YouTube、Instagram 頑張って更新していますので、ぜひチェックをお願いします。星葉さん、はい、この BR チャンネル以外にもですね、ミニマルアドロブチャンネル、そして僕が編集長やってるフォルサスタイル、そこでも楽しいコンテンツ、かっこよくなれるコンテンツたくさん配信してますので、ご注目ください。ありがとうございます。お二人忙しいのにありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちら。今日はとてつもないものをまた紹介するんですが、エメティってご存知ですか？もちろんでございます。革っていう素材が持ってるイメージから外れてる。いや、もう有利でしかないですよね。有利でしかないんですよレザーが洗えるようになったという、薄さといい、この柔らかさといい、しっとり感が、うんうん、わあ、でもかっこいい。こんな伸びます。肩甲骨見てもらえると、いや、すごい。レディースでも欲しいです。本当に革命的というか。チャンネル登録はこちら、こちらです。おすすめ動画はこちらです。こちらです。